どうも、エルザです。それではアンチャーテッドやっていきたいと思います。さあ、チャプター10入りましたね。ドレーク教の手がかりをつかみたいなら古い町を調べた方がいいわ。じゃあここはニュータウン？関係があるのよ。ここは少なくとも3000年前からあった。よし、案内してくれ。さあ、だいぶ話は進んできたけどね、中盤戦に入った感じかな。あそこに塔が立ってる。あれが古代都市の始まりね。手がかりを探しに行きましょう。サラン。ワレイコムサラン。ファドル。さあ、進んで。いやー、結構どこそこいろんなことを喋るよね。さすがというか。かしこまり。もうふざけないで。パトロールがそこら中にいるんだから、二人とも変に疑われないようにしてよね。はいよ。市場を通り抜けるわよ。パトロールそんないるのか。いや、いるね。なんかいるね。どうやら道を封鎖してるようね。私が行ってくる。二人はここにいて。封鎖か。サマフーニ。まだはめてるな。ヘルネスタピアリコーニ。その方が都合いいからはめてんだってさ。どういう意味だ。し、さあね。で？ダメだった。通してはくれないみたい。じゃあこっちに行きましょう。他の道知ってるから。そうですか。いやー、すごいね。そこ通れるの？ん？クソ、閉まってる。エズマハリ。ん？何？ミンファドリック、エフタヘルベル。あ、たまん、たまん、トフォンダリ。あ、間違えて閉めてた。シクラム。そんな感じ。どうもね。トフォンダリ。君と一緒でよかった。よしてよね。さて、上よ。さあ、着いたかな。あ、そこ登っていく感じだね。絶対なんかあるでしょ。ここにも警官かよ。こっちも通してくれそうにないわね。別のルートを探しますか。おい、ここだ。上に行くぞ。あ、ごめん、もうさっき言ってた。ほら、ついてこい。二人大丈夫か。ね、さあ行こう。おお。上か。中に入っちゃまずいんじゃない。平気だよ、ただの近道。大丈夫、荒らさなきゃいいのさ。そういう問題ではないんだけどね。ちょい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 ちょ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 、通して通して。いや、だいぶ派手めなところだったね。めちゃくちゃ広いな。ほら、あの建物。ドレーク教が生きていた時代の何百年も前から建っているはずよ。そうか、なるほど。おい、ネイト。まだいるか。誰？カッターのノート。何？待って、それチャーリーカッターの話？時間がない。サリーが説明する。おい、待てよ。下で落ち合おう。さあ、あいつはね、どっかで決着はつけないといけないんだけどね。よし、上まだ行けるの？
ってことはケイトもいるかもしれないね、近くに。いた。どうしても放っておけなかったか、かい。負けたの誰かな。やれ。さあ、手に入れたぞ。最高やね、魚か。あぶね、やぶまったく。じゃあ待ったって。タフやな。ビッグマンビーター、まだ来る。何かと早いの。こっちこっち。はいはい、こっちこっち。早くここを出ないとまずい。大ジャンプしたけど意外と大丈夫だった。こっちよ。ちょっと誰か説明して、今の誰。あと肩は何で関係あるの。あいつも協力してもらってたんだ。もらった過去形、まさか死んじゃったの。大丈夫さ、クロエもな。クロエもだが、肩が足を折ってダメになっちまった。足を折ったって。首を折らなかっただけマシだけどな。奴は無事だ。あのままじゃ真っ黒結局で死んじまってたぜ。やめとけって。もういいから、何を探してるかだけ教えてちょうだい。これです。来いよ、サリーも見てくれ。追ってはいない。なんだ。ちょうど秘密の入り口にたどり着いたみたいだ。君やるじゃん。こんなとこ丸腰で降りんのや。さっきの人に魔法の絨毯売ってもらえば。ランプこすったりしてな。もっとすごいのがあるかもよ。ああいい。いいね。なあサリー、気をつけてくれよ。あ、なんで正直に話してくれないの。あなたもあの連中も歴史のお勉強なんかで来たわけじゃない。あのマーローって人に関係するでしょう。ああ、けどこれを見てくれ。ようやく分かったんだ。俺の思ってた通りだ。それがこれにつながった。俺らを導いたんだ。ただの穴じゃない。まあ意外とゴージャスだろ。なあ認めろ、君もこういうの大好きだろ。違う、もう好きじゃない。そうか。ああ、それならじゃあ君はここで帰ってくれ。私それって何回目。, 笑える。
ランプあったか。こんなのがね。俺の2つしかなかったんだ。最高。よし、手伝ってくれ。よし、行くぞ。人生いどいど。うまいな。何が？マジいどいどだ。行きましょうか。いいわね、秘密の入り口って何があるの？確かめる方法は一つ。さあ、チャプター11、上のごとく下もしかり。違うのを予想してた。まあ、親父ギャグはね。いつも通りっていう感じだね。さあ、よし、いいぞ。10は現地調達かな。本当にここでいいのか。いや、そのはずだ。なるほどね。ドレーク卿はこんなところで何をしてたのかしら。エリザベス女王の特命を受けてきてた。失われた町を探しにな。ああ、砂のアトランティスだ。この町の下で？いや、違う。ルブアルハリ砂漠の真ん中だ。そして見つける鍵はここにあるはずだ。あ、そう。何かのレバーみたいだ。ん？見覚えのある場所だな。これ、ドレイク卿が地図の裏に書いたのと同じだ。ということは、当たりがどっかあるんだね。ほら、見ろよ。同じ支柱だ。これは、ドレイク卿がここにいた時に書いたものに違いないぜ。入り口はどこって書いてある？めちゃくちゃだな。でも読めそうだ。地図。この穴は重要だろう。正しいのがあるはずだ。で、どうやってやるんだ？この部屋には穴がたくさんある。別のヒントはないか？何か足りないようだ。何かね。なんか丸が気になるんだよね。あった。この丸は今のだけかな。いや、ああそうだね。二重丸は今のだけかな。これだね。よし。こっから見て、1、2、3。ネイド、ここの壁に何か書かれてるぞ。これこれこれ。何も起きねえや。さあ、どうかな、当たるかな。何も起きねえや。違うね。あら、もう一回。丸がここにあります。はい。ここだよね。絵の具語の文字だ。ドレイク卿が残したのか。解読できるか。やってみる。はい、解読キー。レバーの前にこっちか。月が道を示す。月？本当か？夜になるまで俺は待たないぞ。これはきっと謎々だ。地図に印をつけよう。400年ものの地図に印をつけるの？気にはしないぞ。月、月はどこにあるかな。あったね。俺がここに立ったらこれだ。サリア、あっちの柱へ行け。
エレナはあの遠い壁へ。俺はこれだ。手を入れてレバーを探せ。マジ？全部同時に引かなきゃダメだ。でも間違ってたら。俺はこの腕が好きだ。いつも使ってるんだ。やれ。1、2、3。これが正しいレバー？聞いて。言っただろ。やっぱこれだった。ああ、すごいな。なぜ何匹にも渡って秘密にしてたの？女王は彼に何を探させたの？俺たちも知らん。宝物だろうな。他には？滅びた文明の財宝だ。そう簡単に手に入るものじゃないわ。そうだ。あの黒スーツたちも私たちと同じものを探してるのね。え？まあどうですか。ご自由にどうぞ。謎解きしないといけない感じかな。こっちは壁っぽいのがあったが、ああどっちも一緒か。浮いてるものは何？気持ち悪いわ。はあ。君らはここで待て。調べてくる。これか。槍を刺す。ああ、影か。サリー、ライターを貸せ。よし、ほらよ。さて、これで。影を作れと。オッケー。ダメだったか。これかな。よし。サック。おお、すごい。そして水が溢れる。あれってことはさっきのお宝取れないんじゃ。それで謎解きは一つ OK ということか。彼らが追ってるのは本当に宝物？いや、わからん。そうか、限らんだろうな。またなんか違う力だろうね。変ね、それ何の紋章？権力か。見たことないぜ。わからん、何かの仕掛けだろう。でも誰かが歯車を部屋中にばらまいた。あ、おお、そんな吹っ飛ぶ。あの上にも歯車があるわ。あら。あ。
これは完全に、あーはそうっすか。やっぱ挙動が、あーまあいいよ、あーだね、はい、あーバグったね。あそこにもあるんだね。どうやってあんなところまで。別の道があるんじゃない。いやそうなんだけどさ、二つ、もう一つねダメになってるしな。別の道ね。いやだってそれね、動いてないっていうか、はあ、これは無理だね。多分ね、逆だと思うんだよな。あこうで、でこれが。で回る。ふう、大変大変。誰も運んでくれないっていうね。なんとも切ない。はい、じゃあ、あとは回すだけ。やった、いいぞ。やったわ。鬼。たまたま来たけど、まさかね、こんなところにお宝があるとはね。エメラルドかな。さあ開かれた。第一のドアが開いた。こっちで。そう。あれだね、なんか前作よりもさらにボリュームが増えたって感じだね。失われた街を見つけたの。見つけてない。ここまで来たけど先には進まなかった。そしてこのルートのこと隠したと。なあ、その理由を考えたことある。何が言いたい。さあ、この場所何か警告するためにある感じがしてならないの。真鍮の飾り物か何かか。松明が必要だ。さ、松明。いやー、だいぶボリュームと謎解きが多くなったね、今までに比べると。さあ、これで天体か。こりゃすんげえな。綺麗。上のごとく下もしかりか。プラネタリウムか。やはりそうか。アラブ人は海を進む航海士のように星を頼りに砂漠を旅していた。だとするとこの星の位置から失われた都市の場所が分かるんじゃないか。六分儀があればな。こう見えて海軍にいる間にちっとは学んだんだ。誰かさんから逃げるために入ったんだと思ったよ。何か言った。ああ、何でもない。サリー、この天体図覚えられるか。ああ、でもメモった方が確実だろ。いや、それはやめておいた方がいい。ちょっとこれを見て。
そりゃかなりご機嫌だね。ねえ、聞こえる？おい、これ。ああ、まずい。ねえ、何なの？壁から離れろ。明かりをしっかり握ってろ。今回は雲やべえな。あれ？カリー？そばを離れるな。あれ？来い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 。いやー、見たくに火が弱いとかじゃないんだ。いや、なんでこの雲なんだろうね。撃ちながら俺に突き後ろを引いてくぞ、メイト。急げ。絶対止まるな。はいはい、はいはい。サリュー、引けろ。いやー、やばいやばいやばい。この雲の正体もそのうち分かるんだろうけど、それにしてもだね。どうせいるんだろうなあ、いつら。向こうから開けられるかも。これで雲を食い止めとけ。俺はこっちからエリナを手伝う。とにかく。どんな感じだエリナ。エリナ。大丈夫なのか。ちょっと待ってろね。ハリー、早く。やばいやばい。ちょっと待った。いきなり弾なくなるの？食い止めとけ。これエレナを手伝う。とにかく食い止めろ。どんな感じだエレナ。エレナ、そっちは大丈夫なのか。出るわ。ボディーないよ。ハリー、弾をくれ。ちょっと待って。ハリー、早く。ほらまだドアを開けろ。やっべえな。捕まった。よし、ギリ。ったく、もう雲の大群にはうんざりだ。ちょっとまさか知ってたの？また私に言い忘れたのよね。おい、これを見ろ。美しき世界に惑わされることなかれ。それは夢見る者の夢、砂漠の蜃気楼。死の杯が満たされるであろう。いやだね。あれ、なんで読めるわけ？ああ、ドレイク卿が書いた。オケじゃ、つまりこういうことよね。ドレイク卿は砂漠のアトランティスを探して何千キロも海を渡った。苦労してここまで来て、ここにあるものを見た途端にキビスを返し、国に帰り、旅の証拠をすべて隠した。そうだな。なのに先に進む気なわけ？ああ、そうだな。何のために？財宝？サリー、あなたから言って、この人止めて。よし、サリー来い。俺を止めてくれ。あなたたち頭おかしいんじゃない？怒るなエレナ、ふざけただけだ。ね、いい？あなたの勝ちよ。彼女を出し抜いた。あなたは都市の場所を見つけた。マーロは分からなかった。それだけじゃダメなの。まあ
そうだね、何かがずっとあるんだろうね。ただ何を求めてるのかよく分かってないもんね。自分の出所の秘密か何なのか、求めているものは未だに分かってないもんね。さあ、隠れろ奇襲だ。くっそ、隠せろ。頭がさ、やばいやばい。よし、チキショー。ふぅ、勝てえな。どこいる？オムナ。まだ急が。逃げ道を探そう。そうだね、逃げ道を探そう。こっちだねと手伝ってやる。ハンドガンが欲しい。こっちに切り替えよう。で、はいはい。気をつけろよ。これを、よし、注意してろ、はしごを下ろす。よし、気をつけろ。よし、これで OK。 いないか、意外といなかったね。いいか、ほら。ありがとう。ほら、銃を貸せ。持って出ちゃダメだね。え、そうだな、持ってたいけど。よし、いいぞ、行こう。
ここから逃げるぞ、援軍が来る前に。じゃあ上、こっちよ。くそ。ネイト。逃げろ。逃げるんだ。まずいぞ。ネイト。いいか、落ち着けネイト。夜だ。何があったの？幻覚剤だ。嘘。急いでここから出ないと。行くぞ。幻覚剤か。でもだってあんたを助けようと。来るな。俺近寄るな。ネイト。ネイト。幻覚剤だったのか、やっぱ。ほっといてくれ。落ち着け。なんだ。あ、なんだ。落ち着くんだ。やばい。私と来い。俺に触るな。ドリック、マーロー様がいる。やだ。すぐに全て終わりになる。やだ。リラックスしろ。私を信じろ。悪かった。サリーはここにはいない。お前はもう一人だ。サリーが知ってる。信用するんだ。ついてこい。ダメだ。俺は行かない。抵抗するな。どこだ、ここは。お前は仲間だ。私の言葉を聞け。聞きたくねえ。自分は知ってるだろう。奴らには頼むから。奴らから守ってやる。急に通れなくなったな。よし。どこにある？俺は知らない。我々に渡せ。知らないんだ。俺は知らない。よし。クソ、知らないんだ。飲むよ。俺は知らない。目が覚めた？騒ぎを起こすことはお勧めしないわ。あなたは確か不法滞在者、そうでしょ？異業を成すのも小さな一歩からね。生意気なのはおわっつらだけ。中身は今でも怯えた薄汚いドブネズミでしょ。心理戦のつもりか？何も知らないで。何ですって？私は誰よりもあなたのことを知ってるわ、ミスター・ドレイク。もちろんドレイクが本名でないことも。まあそれは構わないけど、母親が自殺した後、息子が5歳の時に父親は親権を放棄し、そう、あなたはセントフランシス児童養護施設に入れられた。まるでディケンズの小説。ああ、心配？この子には興味ないわ。もちろんあなたに圧力をかけるのであれば別だけど。何が狙いだ？そうね、私の本意ではないことだけれど、手を貸してちょうだい。ビクター・サリバンを探して。そうか。彼が古代都市の位置を特定したのはもう分かってるのよ。なぜ分かった？あなたが教えてくれたわ。あなたの忠誠心はあなたが思うほど強くないようよ。彼はどうかしら。何？
おい、何が言いたいんだ。何も、私はただ、そう、あなたを捕まえてだいぶ時間が経つというのに助けにも来ないみたいだから。彼はカルタヘナでもあなたを助けなかった。あなたを利用できると思っただけよ。あんたの魂胆は分かってる。いいことを聞きなさい。ビクターは自分のためにしか動かない。それが彼の性分。私は20年前に気づいてた。あなたが今まで気づかなかったことの方が驚きだわ。こんなこと時間の無駄だ。なるほどね。でも考えてみて、20年前コロンビアの通りであなたを拾った彼はあなたを救ったのかしら、それとも破滅へと引きずり込んだのかしら。見つけました。ああ、それはよかった。今サリバンが見つかったようよ、町の反対側で。残念ね、姉さん。どうやらあなたは用なしになってしまったみたい。この野郎追っかけてやる。どういうことだ。てめえだけは許さないね。待て待て待て、お前意外と動けるじゃねえか。意外と早いな、すばしっこいな。あの野郎。なかなか追いつけんな。邪魔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 。つけないようになってるのか。捕まえたい。いや、意外と見た目より。やば。あのやろ、待って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 。ショルタ、ワグフ عندك ショルタ。ワグフ、ワグワグフ、احنا البوليس。いやそうだね、暴れたらさ、あいつらも来るよね。あ、上か。お前ら何してんだやろうね。あのやろ、まだ逃げるか。なんで？あ、待っててくれた。いやー、なんか臭そうな匂いが。くそ。くそ。ビビったか、クソ野郎。この野郎。いやー、なきてーな。いた。結局回る。まだ追っかけっこする？そろそろ回ろういいんじゃないか？まだ上。
あ、こっち。どこ消えたんだよ。あいつ隠れるのうめえな。最高。悪いね。失礼。見つけたぞ。うまく巻いたと思ったろ。登って、よし。おい、タルボット、追いかけっこ飽きたぜ。タルボットか。もういいだろ。ポケフォロットカバー、ショルタ、アイラショルタ、ワッカー。痛い痛い痛い。なぜ俺だけ。いやー、そうなんだよね。前にいると飛び越えることができんからな。ハンガーおー、危なっ。来いよ。まったく。やばい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 。今のどうだ。今日も元気よくスフィンクスにおはようございます。覚えてるか、ラムセスだ。わしに感謝した方がいいぞ、と思うよ。ああ、だな。どうも。マジでだ。貴様を殺せと女から金を渡されたが、わしはいいやつだから貴様の命を助けてやった。今のところこの俺だけが貴様の味方だ。あは、つまり俺はお前に借りがあるってわけか。頭いいな。気に入ったぞ。わしよりずっと賢い。聞きたいことは実にシンプルだ。イラーム・オブ・ザ・ピラーズだよな。どこだ、言え。俺も知らないんだ。嘘言うな。もし俺が知ってたとしても、お前に教えた途端に俺は用なしになるだろ。わしを侮辱するのか。だって海賊だろ。海賊兼ビジネスマンだ。ちとは尊敬しろってんだ。もう一度聞くぞ、いいか。イラームはどこにあるんだ、姉さん。いいか、好きなだけ拷問すればいい。そうか。でも知らないことは教えられないよ。そうかもな。貴様の友達の方が協力的かもしれない。何、誰だ。友達だ。ビクター・シャリバン。本当はわしだって嫌だ。だってあの年じゃ耐えられないかもしれないしな。待て。ダメダメダメ。もうこうするしかない。友達の方が命があることに感謝してくれるに決まってるしな。待て、サリーに手を出すな。バイバイ、ネイさん。彼はほっとけ。面白くなりそうだ。海賊家業。聞かれたことに素直に答えられねえか。てめえに。いやー、マジでサリーだけは。はい、サリーだけにはちょっと手は出させん。
だね。いていて。あと二人、あと一人。まだ切ったー。ああ、くそ、お前どこから来た。ほんとどっから来たんだよ。そんなまた開いてると狙われるよ。もう一発。学習能力ないな。おい、そのままでいろ。ほんとよ。さあ、ということで、今回ここまでにしましょう。ちょうどいい時間なんでね、ちょっとサリー助けいかんとな。やばいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、また。